はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングのフージです。タラ投げちゃうよ。はい、というわけで本日はですね、マインクラフトニンテンドースイッチエディションの方の実況をさせていただきたいと思います。もうすごいヒーリング音楽が流れてますけども、なんとですね、僕ねマインクラフトまでやったことないんですよ。実はちょっとスマホ版をプレイしたことあるんですけども、しっかりやってないんで、まあ、早速やっていきましょうか。プレイロードを作る参加、作る新しい世界でいいんでしょうか。これはチュートリアルプレイ、あ、チュートリアルやりてえな。なんだこれは、こんなにもう遊べるのか俺。どうしよう、スーパーマリオワールドやろうかな。じゃあスーファミコ版のやつ、どうしようかな。とりあえず新しい世界でやってみますか。はい、あ、ゲームモードサバイバル。なるほどね。これ変えられるんだ。じゃあ、自分の国の名前にしよう。よし。1990年の代々木。僕代々木出身なんで、一応。はい。だから僕が1000歳になった時に、代々木がこうなってるよっていう、な、思いを込めて。サバイバルモード、難易度。難易度はまあ、ハードでいいんじゃないですか。テクスチャパック。なんテクスチャパックって。なにこれ、キャンディーテクスチャパック。あ、めっちゃいいこれ。カートゥーンもいいな。なんだよおい、どうしよう、こんな可愛い中国神話とか超いいじゃん。まずはマイクラでやるってことな。分かった分かった、やるやる。はい、よーし、サーバーを初期化中。うわ、なんかワクワクすんな。何が起こるのか俺分かってないからな。 BGM 制作 C418復活支援を読み込み中。ああ、狼に骨を与えて手なずけましょう。お座りさせたり、あなたについて来させたりできます。来させたりできます。やだな。ついてくるようになりますの方がなんかいいな。なんか刺激してんのやだな、それは。おお、はい、はい、何ですか。おお、右手汚くないこれ。なんか、荒れすぎじゃない右手。俺こんなカサカサしてねえぞ。どうしたらいいの。木を、斧を使って切る。木の材料になったり。斧なんて持ってないよ。ちょっと待って。めちめに。ああ、すごい、うつむいてる。そんな辛い顔しないでよ。これどうやってやんの、どうやってやんの。はい。とりあえず何も持ってないし、今俺は。殴るぜ、じゃあ。ジャンプが A ボタン。Y が、なんか情報。な、これ。Y、クラフト。掘る、ZR。ああ、掘れた。やったー。ああ、やったー。木だ。ああ、木で掘ってる。木で木を掘る。これやると木壊れちゃうのかな。ああ、また手に入った。なるほどね。こうやって集めてるわけだ。ちょっと待って。集めてるのはいいんだけどさ。どこ行きゃいいの、ちょっと。なんか、何か俺は、何をしたらいいのかまず分かってない、全然。ちょ。とりあえず前に進もう。家を作ればいいんじゃないか、とりあえずは。手に入った。やったー。ちょ、花持って歩こう。ああ、かわいい。ポピー。ピュッピュッ、プッ、プッ。いいね。タキシードカメみたい。スパッ投げ込んで。ちょ、ああ羊、羊、この野郎。ああ、なんて可愛い声を出すんだ。ああ、全然顔合わせてくれない。猿みたいな顔してる。いいなぁ、こういう。イエティみたいじゃない、なんか、羊かもよ、ほんとに。すまん。この世は弱肉強食。食らえ、ごめん、ごめん、ちょっと待って待って。おとなしく、神妙にしろ、神妙に。俺はジンギスカン屋さんを開くんだ、これで。うら、うら、あらら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 。命とは、核も。よし、ウールゲットした。で、どうすんの？ウールゲットして、ウールを持って、羊ぶっ倒してウール持って走ってるサイコパスなんだけど、今のところ俺。どうすればいいの、これ。ちょ、待って待って待って、あった。建物を作る、建物。なんだこれマジで、どこなんだ今俺は、何をしてるんだ。待て、おい、ちょ、むずい、待て待て待て、ずるい、あ、はい、はめた、はい、はめる、あ、くそ、お前ずるい、お前結構身軽だろお前。あー、もう一匹いる。牛、どっちだ、俺が殴ったの、お前か、この野郎。暗い、頼む、そろそろいいだろ。ほら、いや、超頑丈。硬い。モンハン見て。硬すぎだろ。牛転がし。何それ、牛殺し時とかにしてくれよ。かっこ悪いな。牛転がし。虎殺しみたいな。あー、またウールがいる。ウールはいいよ、もう。あー、なんかいる。なんだお前は。ガチョウがいた、ガチョウ。ガチョウ、ヘイ。ヘイ、ガチョウ。かわいい、こいつ。気持ち悪いな。あ、鶏なんだ。ははは。こいつ気持ち、いや、これガチョウだろ、これ。いやー、めっちゃかわいい、これ。ペットにしたい。ちょ、これは殺せない、俺には。かわいい。ちょっと抱きかかえるっていうコマンドないの。抱っこするっていう構え。うわー、かわいい、これ。なにこいつ。
これは可愛いだろ、鼻の穴ちゃんとあるじゃん。どうしよう、背に腹は変えられん、この野郎。周りからいっぱい来そう。なんて脆い生き物、俺は。人間とはそういう生き物だな。ゆで卵とかも要するにそういうことだもんな。なんだこれマジで、どこなんだここは。俺代々木どうなって、すぐくじくなお前は足を。それぐらいはいけろよお前。どうこれ、ちょ、これさ、これどうするっつったっけ。クイック移動、あ、こうかよし。で、作業台を、この野郎、あれどこだ、あ、で、ここにドン。おー、使う。はー、なるほど。あ、なにこれ、防具。あー、防具か。風船みたいなの作れるのかと思った。食べ物。あ、食べ物欲しい。なにこれ、金のリンゴって。なんで最初に金のリンゴなんだよ。よーし、これからサバイバル始めんじゃん。まずは、金箔をリンゴにまぶすかって。もう、やばいだろ、俺。どうなっちまったの、千歳の俺は。なんで、なんかまともなのなくない。焼肉とかでいいんだよ、焼肉とかで最初は。なんでこんな、ちょっと手作り頑張るんだよ。もう無理だよ、こんなの。うわ、すごい。スイッチとか作れる。あ、そうだ、ツルハシとか欲しいな。斧欲しい。木の斧。これなんだ、木の板、あ、じゃあ、わかった、木をいっぱい作っていく。あー、夜になっちゃった。もう、俺もうやだよ、夜嫌い。あー、太陽、あ、すげえ、月綺麗。じゃあ、木を切ろう。わかった、やっと俺がやること分かった。よし、木を切ります。木の、斧。あ、石、1。で、木のツルハシ、1。オッケー。これで、採掘ができんのか。はい、なるほど。了解。よし、じゃあ石を掘り出しに行ってこよう。てか、腹減ったな。なんか飯食いてえな。吉野家どっかねえかな。さっき石あったな。あの石掘り出したいな。鶴橋で。あー、また俺わかんなくなる。これさ、地図にさ、なんかさ、マークつけるとかできないのかな。俺マジでわかんなくなっちゃう。これどこにあるか。調査台じゃねえや。あれ、作業台持ち歩くか。うん、そうしよう。確かあのね、なんか光ってる。はぁ、何？うわぁ、敵？この野郎。なんでめ、やるのか。お前の血肉を、お前を俺の椅子の土台にしてやるよ。よし。お前の体を、椅子を固めるノリにしてやくれるわ。俺にケツにいつも惹かれてる、お前。痛い、いや、重い。攻撃が重い。こいつら、リミッターが外れてるから一発が重いな。いや、そんなことより俺、作業台。俺の、ワイの作業台をちょっと回収しに来たんで、俺は。ああ、夜になると、ああいう化け物が出てくるのか。これは怖いな。え、何あれ、なんかいない、何、なんかお前、なんか持ってない、よこせ、それ。よし。よし、そんで、じゃあこの洞窟の横に家作ろうぜ。ここにさ、なんかこう、家となるものをさ、作りたいんだけど、ちょっと待ってね。したら、間違えた、ごめんなさい。まあいいや、羽いらんわ。全部いらんというか。で、クラフト。木の板を1、2、3、4、5個作ろう。で、2、30個でしょ ?30 個？まあいいや。作業台。で、作業台をまず、ここに置きます。ドン。で、これ、な、あれ？俺、歌詞の置いてない。なんだよ、これ。違うよ。よし。作業台をドン。あ、ドン。よし！で、あー、いい、晴れてきた。したら、これを、基盤に、だ今みたいに木を置いていけばいいんだ。よし、木で家作ろう。次男だな。三匹の子豚の次男。俺次男だしな。よし、次男のやり方でいこう。オッケーで、なんか、料理するあれみたいなのかな。料理する。
何？ああ！え？は？何？どこ？え？お前もしかして？わかるぞ俺は。やろ。やろ。うわうわびっくりした、まじ、なんだよそれ、ずるいじゃん、なにお前、は超意味不なんだけど、なに今の、ビビった今、なんの前触れもないじゃん、火ないんだけど、ここら辺に全然意味わかんない。うわ、マジ意味わかんない、マジ今心臓止まるかと思った。なんだよ今の。ビビった、ビビった、超ビビった、もうマジ。あ、ベッド作りたい。どうやって作るの？ウール、ウールがあと2個必要。ウールが2個あれば作れるのか。ウール取りに行くぞ。じゃあ私は、え、なんか寝室キモすぎない？どこにいんのマジで。あっ、どこだよ。あ、あ、そういうことか。何お前、暗いお前、この野郎。そんな声出さなくてもいいじゃん。俺がすごい悪いみたいな感じの声出したな今お前。キモいって、お前のせいでつらいって、そんな、そんな声出すなよお前。そんな痛くねえだろ実は。 OK、 これで、うん、ベッド作れた、やった。ドア、あ、ドア、あ、やった。これで、待って、これでさ、これでさ、ちょっと待って、あ、ど真ん中落ちた。朝まで寝ることができる、へえ。安全で明るい場所に置かないといけません。ちょ待って、一回寝ていい、一回寝ていい。なんだよな、めっちゃ怒られる、めっちゃ怒られる、めっちゃ怒られる。なにこれ、なにこれ、そんな怒らないでよ。ちょっとさ、俺なんか松明作りてんだけど、どうやって作るの松明。あー、あったあったあった、よかった。ちょ、この、あ、あれ松明じゃない、あれなんか光ってる、なんだあれ、あれ行ってみよう。あ、ゾンビいる、なんか、何、え、化け物じゃないあれ、むっちゃ見てるこっちのこと、何それ。全然タイマーじゃなかった。何あれ、雲、気象医、あ、バレた、糸くれ、糸、糸、糸くれ、糸くれ、糸、糸、痛い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 、よーしよし、糸ゲットした、糸ゲットしたけど、あー、なんかすげー魔境だ。代々木に何があったんだよ。ちょっと待って、俺どうしよう、これ木炭がないと何もできないよ。これじゃね、石炭、来た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 、あー、やった、よし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 、あー、これはラッキー、これはラッキー、取っとこ取っとこ、やったー、ちょ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 、オッケーオッケーオッケー、これで戻って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 、よし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 、で、うわすごいな、なんだあれ、イカいるぞイカ、俺イカが目の前にいる世界に家作っちゃったよ。おいで、もうすぐ足折る。え、あ、犬だ、何してんのお前、ちょっとバカだなお前、結構バカ犬好きだよ俺。うちのね、実家で飼ってる犬も結構バカなんだよ。待って、カシの木のドア作りたいからさ、もうちょっとドア、ちょっとごめん、ちょっともうちょっとやってくるわ。木でいっぱい取ってくる。よし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 、したら、
1、2、3、4、5。 OK。 大丈夫だな、よしよしよし。ね、したら、あっ、よいしょ。狭っ。狭い。まあいいや、ちょっと背に腹は変えられない、今はもう。とにかく俺は寝床が欲しいんだ、今。どうこれで、これでどう、うわ、狭っ。狭いよ、家賃いくらだ、ここ。ちょちょちょ、一回、ちょ、ベッドさ、せめてベッドをさ、せめてベッドをなんかさ、ちょ、これいらん。せめてベッドをさ、あ、そう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 。で、で、で、松明作ろう、松明。松明を作ろう。じゃ、作んの、あ、俺が作ればいいのか。はい。あ、これ。あ、あー、やった。ね、真上がいい。あー、やったー。おうちだー。見て、この、匠しか考えないようなさ。木の枝で天井をデザイン。いつも入ってくる爽やかな風が、雨降ってんじゃんぞと。最悪だよ、もう。これ寝れんのかな。あー、寝れたー。やったー。おやちみー。なに、あ、もう起きたの、朝なの、もう。わー、やったー、平和。これでセーブできたってことだよね。やったー。うわー、かわいいじゃん、家。ちょっともうちょっと装飾してーなー。あー、やったー。あー、かわいいじゃん、結構。いい感じにできた。よーしよ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 し。この家でじゃあ、まず拠点を作って。こっからやっていこう。なあ、お前ちょっと服どうにかなんないかな、これ。なんでそのライトグリーン、ライトブルーを選んじゃうんだよ、お前。サバイバルだっつってんだろうが。まあ、とりあえず、これで、あー、犬に骨あげたいな。何やってんだ、お前。楽しそうだな、ほんとに。とりあえず、これで、家完成ということで。よかったー。安心できる家が。ちょ、これ高いな、これ。ちょっと、これさ、ここ壊そうぜ。これいらねえだろ。あー、もう、だらしないことになってた。とりあえずしたら、ここにドン。で、ここにドンと。オッケー、いいじゃん、これで俺んち。俺結構、ね、狭い家好きなんだ。よーし、というわけで、この家で僕のサバイバル生活をしていきたいと思います。はい、というわけで今日はここまでになります。ここまで見てくださってありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ベイチ。